おはようございます。お客様に礼。神前に礼。はい、投礼をします。礼。対等。ではこれから始めます。よろしくお願いいたします。大丈夫。それでは、群馬有心館、須藤健志の演舞でございます。まず一人、そして向こうは二人の敵という、仮想敵です。それでは須藤健志お願いいたします。はい、須藤健志ありがとうございました。
最初に、方やりましたね。あの方が、全日本富山流の居合道連盟の1本目と2本目の方です。続いて私が型をやりたいと思いますのでご覧ください。7本8本、ねやりまして、3本目が左の敵、4本目が、後ろの敵ってことですね。5本目が、3人の敵、6本目が、後ろ前の敵で、8本目が末物斬りという、最後末物を真っ向で斬るという型ですね。
頭が痛い、はい、はい、電信柱みたいなこう太いのが来ましたけど、これが先ほど私が1本切りましたけども、あれを5本分を開いてひとまとめにして、これを一刀で切り落とします。よくご覧ください。相模原は関根先生でございます。私の友人館の方へ、稽古に来て一緒に、やっております。どうぞ関根先生よろしくお願いいたします。はい、関根先生ありがとうございました。1本立ってますね。そしてこちらに3本立ってます。3本の方は大波返しといいまして、波が大きくこう寄せるように3本切ってきます。メヘラン先生よろしくお願いいたします。はい、上原先生ありがとうございました。見事に切りましたね。はい、波が寄せるように最後水平で、一刀に切りましたね。素晴らしい。関根先生ちょっと脇差しと言って太刀ともう一本刺しますよね。あの短い方を脇差しなんですけども、私たちは小太刀と言ってます。小太刀の名士上原先生よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。